令和3年10月3日神戸六甲学院グラウンドにて2021高校アメリカンフットボール選手権秋季大会兵庫県予選トーナメント1回戦六甲学院高等学校ボブテイルズ対滝川高等学校ブルーインズの一戦が行われます。試合開始13時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホームスタンド側になります。ホワイトのユニフォームが滝川高等学校ブルーインズ、奥側バックスタンドになりますカラーのユニフォーム、グリーンのユニフォームが六甲学院高等学校ボブテイルズです。コイントスは滝川高校が取りましたが、滝川高校その選択権後半に回しました。滝川高校キックオフ、六甲学院リターンで試合が始まります。